ジャン君が動画チェックをしているように見える 感じですね。昨日、この、ちょっと待ってよ。これ角度が微妙ですが、ちょっと暗くしようか。ここにですね、このような増加を追加いたしました。これによって、外のですね、建物が、こう、ちょっと微妙に見えなくなる予定だったんですが、予算の関係上ちょっと隙間がある感じですね。これ一本一本は、まあまあの値段がするので、長くてね、ちょっとこの間を埋めるための、安いやつを今度また買ってこようということにはなりました。ということで、少しずつですが、もうちょっと自由にこう撮れるかなという形になります。ジャン君やポンちゃんの可愛い、綺麗な映像をお送りします。ちょっと手が伸ばせない。はい。さっとこちらはここでいつもう日が当たってないよポンちゃんそこ。ポンちゃん、それでもいいか。ジャン君、ポンちゃんがまた仲良しです。いい子だね。
今ですね、夜の何時かな？ 9 時半くらいかな。10秒くらい停電しました。なんかね、神奈川のどっかで停電がどうのっていうのは言っていたのですが、昨日かな、一昨日かな、昼間にやっぱり10秒ぐらい停電しました。で、いろんなものがですね、うちは困るんですよ。これ。今作業を、していたところです。夢中になって作業していたので、手が勝手にセーブをするように、だいぶ訓練されているんですが、結構やられてるような気がするんですよね、今回は。ちょうどそんな時に限ってね。いや、困りましたよ。何か原因がまた分かったら動画に収めますね。神奈川の方で何か起きてるのかもしれません。はい。ジャン君も急に真っ暗になって怖かったね。はい。まあ猫の場合は暗くても見えるんだもんね、君はね。はい。ジェン君。ジェン君は偉いね。前と後ろが逆か。こうだったっけ？あれ？こっちだっけ？ジェン君。かわいいぞ。こんなのもありますよ。このぐらいかわいいけどね、滑り落ちちゃうね。ちっちゃいんだわ。あ、いいんじゃない？ふふ、じゃんけん。
うん。